おーし、飛び出した。うおー、おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこれ、ジャッカルの新しく登場したですね、バウンティーフィッシュ158っていうことで、このね、ちょっと大きめなワーム、これがね、どんな感じかななんてね、ちょっと試してみたところ、非常にね、具合が良かったので、まずはこちらをご覧ください。これはでかいな。これ。こんな。でかいな。よいしょ。おお。こんなでっかいカエルが泳いでますよ。巨大フロッグ食うわけだよね。泳いでた。で、これ。あれが泳いでて食われんだったら、これも、ねえ。ねえって感じで。これ、ジャッカルのバウンティーフィッシュ。これをちょっと試してみようかな。で、針はカルティバのマルチオフセットの60番、こんなね、組み合わせ、ちょっと懐の広めな針で、やってみようかなと思いますよ。バウンティーフィッシュで、タックルはロデオクラフトのホワイトウルフにグラビアスジニアスプロジェクトね、この組み合わせで、ラインはアブソルートの20ポンド。この愛まで埋め込むのがポイントみたいですからね。グイーッと入れるのかな。どこら辺から、この辺りから出せばいいのかな。おお、はい、でカバーして、あ、スポット入って、でこの辺りのリブ、60番でね、ちっちゃいかな、マルチオフセット。ちょんちょんって動けるか。これでいいのかな。魚が上ずってる時、表層でなんか食いたい時なんかすごい良さそうですね。今日はちょっと寒いんでどうかな、だけど。ああ、いいね。引っかからずにカバーの中に入れられる。
へえ、面白いね。ちょっと躊躇しちゃうようなカバーのど真ん中に入れられるから、よっしゃ、飛び出した。うおおお、バウンティーフィッシュじゃないと通せないラインだね。ワームで、表層で、バックスライド系でもないし、ジグストでもないし、このラインね、完全にバスだったね。まだ興奮してると思うんだけど、なんだと思ったんだろうな。うわー、2回目バイト、ちょっと乗んなかったけど、魚がいっぱいふわーっと見に来てくれるような状況の時は良さそうですね。まあ、あとは真冬の一撃とかでもいいのかな。いきなり食ったよ。嘘。動きどうかなみたいな感じでやってたら、おお、いいサイズじゃん。おお、バウンティーフィッシュ。あらららら、すげえ。お、いきなり食った。いやー、びっくりした。はい、ジャッカルのね、バウンティーフィッシュ来ましたよ。おー、びっくりしました。ちょっとね、動き見ながら、オープンエリアだからどうかなと思ったら、しっかりこうね、バコチンって食いましたね。こんな感じで釣れちゃうんですね。びっくりした。クイックイックアクションが効きましたね、バウンティーフィッシュで。タックルはね、こういう感じでグラビアスにロデオクラフトのホワイトウルフの17ポンド、これにね、20ポンドのフロロカーボンラインを入れて、クイックイってやってたら食いましたよ。よっしゃ、じゃあね、逃がしてあげます。バウンティーフィッシュ、サイズはジャスト40センチほど、まあ、こんな感じ、40前後っていうところですね。はい、いやー、びっくりした。なんかボディに対してちょっと針が小さいかななんて思ってビビりながら使ってたけど、しっかりかかりましたね。あ、
出たけど乗らないかなと思ったら一発で乗ってくれてびっくり。見てる見てる。最後にくねーってなるのいいですね。くねー。あと高級なプラグと違って、まあワーム素材だから岸にしっかりとペチンって落としていくときにこう壁に一回当てたりしやすいかなって。リップ付きのね高級なビッグベイトだと一発でこう折れちゃうかなリップがなんて思って。でも岸には釣るためにやっぱぶつけたいですよね。はい、というわけで帰ってきました。これねバウンティーフィッシュ、すごい使いやすいっていうことでいきなりねお気に入りのワームになっちゃったんですけども、まずね、針の方はですねこう、カルティバのマルチオフセットの60番っていうねこういう懐の広い針をね、使ってみているんですけども、なんかねまず浮く素材でそれでもってねこう障害物を回避するためにこのねちょっと今いびつかもしれないんですけど愛の部分がこう隠せるんですよね。これがね思いのほか障害物を避けてくれるというかゴミを拾わないっていうかね結構ややこしいところに投げ込んでも非常にね、快適にちょい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 と動かすことができるね。そして、ねこの後ろの網網の部分これが結構すぐぶっ壊れちゃったりするのかなと思いきやね1日投げ切ってもね結局ね壊れなかったなっていうことで逆にこの頭の方がちょっとね、破け出したりっていうのがねあるんですけど、まあ、そこら辺は炙ったり接着剤で補修したりできるのかなということでちょっと心配していたこの後ろの方はね思いのほか丈夫でしたよっていうところと何よりね魚をこう浮かせる力っていうかなんだろうねほんと使いやすいちょうどいい浮力なんですよね。で今回はネイルシンカーとかを入れずにとにかくね浮かせて浮かせてっていう感じで使っていたところ、3月なんですけどね、2回ほど表層まで食いに来てくれてそれでもってね、釣り上げてみたらこの日の最大魚ね、40センチ近いねあのブリブリの餌を食べてる魚が釣れたんですけどもそのちょっと前に、なんか巨大なねカエルが道端というか水中のなんだろう、ところを歩いてるのを見つけてでカエルの鳴き声もすごいしこれはまあベイトフィッシュっていうよりもカエルがキュッ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 ってこう表層でね泳いでる感じのそういうのを連続していったらバイトしないかなと思ってでこのバウンティーフィッシュに結び替えて出したところバイトが出だしてねそれで1匹釣ることができたんですけども、ね、名前にはバウンティーフィッシュってついているけどもまあ、カエルがいそうな時なんかもね非常に有効なんじゃないかなっていうところと、まあ、絶妙にね使いやすくてで、まあ、大きさの割にスポッとね、食いついてくれたな。ただまあフックはもうちょっと後ろにね、針先があってもいいのかななんていうふうに思うんでちょっとね針はね、引き続きいろいろとお気に入りの針ね今回は、マルチオフセットの60番使ってみたんですけどもそれ以外の結構懐大きめで、もうちょっとね針先をセットバックできるようなそういう針ねいろいろ試してみたいななんていうふうに感じました。で、使用したタックルは動画の中でも言っていたんですけどもこんな感じね、ジーニアスプロジェクトのグラビアスっていうね、リールにこれねフロロカーボンの20ポンドラインね、バルイバスのアブソルート20ポンドだったと思いますけどもちょっとね太めのフロロカーボンラインを入れてで、ロッドはですねこういう感じで、ロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドクラスっていうね、カーボンの、竿ですね
これを使って、ビシバシビシバシと、アクションさせていったんですけども、まあ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 非常に使いやすい竿なので、まあ、最近お気に入りでよく使っていますっていう感じですね。こんな感じの組み合わせなんですけど、非常に細かいことなんですけど、このグラビアスにね、こういう、ベイトフックキーパーっていうこれがあるんですけどもね、こんな感じで、こんな感じなんですよ。まあ姿勢をね、ワームの姿勢を、崩さずにこうやって保持できるっていうね、この使い心地が非常に良くてね、久しぶりにね、あ、こういうベイトフックキーパー付きのリールっていいなっていうことで、まあこの、グラビアスのねモデルにはねついていたりするんですけども、それ以外にもね、このベイトフックキーパーね単体でね売っていたりするので、まあお手持ちのリールに、付けられる機種であればね、これ付けるとね、こういう、せっかく、なんだろう、バランスをとってね、セットしたリグがこういう感じで針先とかを露出しないで、保持できるよっていうね、改めて便利だ。通常だとね、こうちょっとワームの姿勢を崩して、そして、こう例えば第一ガイドのところにね、こうつけて、で釣りする時に直してっていう感じなんですけども、こういうね、姿勢を正してね、準備しておきたいななんていうワームの時はこういう、ね、ベイトフックキーパーがあったりすると、便利だよっていうところですかね。まあまあまあ、こんな感じの組み合わせで楽しんでおりますということで、はい、本日はこちらですね、ジャッカルから新しく出たですね、バウンティーフィッシュ、これでね、ナイスなバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。